私の幼馴染の同級生がいるんですね、一人。はいはい。で、こいつ、まあ、サブローと言います。サブロはい。で、こいつ、結構バカで、ー。うん。ちょうど、もう私今からだから30数年前、はい。まだあそこで、あの悲惨な一番大きな事件が起こる、ちょっと何年か前ですね。じゃあ80年中頃。中頃、そうですね。だからはい。さ、ちょうどだから僕が、高校の卒業式が終わって、で、その後、春から関西方面に大学に行くんですけど、その卒業式からその間ですね、行くまでの間に免許取ったんですね。で、免許が取れて、どっかドライブ行きたいなと思って、ちょうど兄貴の車借りれたんで、どっか行きたいなと思ってた時に、そのサブローがちょっと行きたいところがあるって言うんですよね。で、どこだって、いや、車に乗ってから、行き先言うからって言って、で、どこに行くんだって言ったら、で、それまだ午前中ですよ、また。犬鳴峠に行きたいって言い出したんですね。で、まだ今から行ってもそんなに怖くないと思うよって。だけど、ちょっと自分にけじめをつけたいんだって言うんですよ。で、何のこと言ってるのかなと思ったら、こいつ、小学校の林間学校の時に、僕ら南区の少年自然の家に行ったんですね。みんな山の中の。はで、そこで肝試しをしたんです。で、その時にこいつ、怖くてしょんべん漏らしたんですよ。しかぶったんですよ。で、それを、しかぶる。ずっと引きずってたらしくて、で、それを、なんていうんですかね、卒業するっていうか、あれするために一度犬鳴に行って、自分は、あの時のリベンジで肝試しをしたいって言い出したんですよ。バカでしょ？で、で、それ昼間でいいの？って言ったら、夜は怖いもんって言うんですよ。まあそうですね。じゃあまあいいやと思って、ちょうどいいドライブになるなと思って、夜泣きに行きました。で、トンネルに着いたんですよね。で、それで、どちらかな、記念碑というか、石碑が立ってるのはどっちですかね。あれは宮若側です宮か。若側ですね。あ、じゃあその反対側ですね。じゃあ、久山方面の。狭山側の方に着いたんですよ。ただ意外と、昼間でも怖そうなんですよ。なかなかな雰囲気ですよ。いつ行こうで、が。まだトンネル、まだ、もちろんその頃トンネル通れたんですよそうね。ですよね。はい。全然普通に通れたし、道もね、割と、カナツさんの動画なんか見たら、すごくもう、そうですね。道も道自崩体も落して狭いる。んですよ。崩狭いで落ってす。狭くなってるんですよね。だからその時はね、1台2号できるところでは普通にできてたんですよ。で、そんな感じだけど、上に上がったらやっぱ怖いんですよ、見たら。やっぱ山の、てっぺんっていうわけではないですけど、囲まれてるし、ちょっと谷になってるから、冷たい空気とかがふわって流れてきたりするんですよね。それで、お前大丈夫って言ったら大丈夫って言うんですよ。ちょっとビビってる、見たらビビってるんですけど、本当は。で、本当、じゃあどうすんのって、どうやって、肝試しするって言ったら、今から自分がここ、一人で歩くって言うんですよ、向こう側まで。大丈夫かって。一緒に歩こうかって。だからいや、大丈夫って言うんですよ。じゃあ、俺、じゃあ、向こうの先に車で行ってるよって。じゃあ、そうしてくれって言うんですよね。で、その代わり、渡ってきたら、ゴールに着いたら、ちゃんと褒めてよとかって言うんですよね。分かった、分かったって、褒める、褒めるって。で、みんなに、
こいつは根性があるって言ってくれよって、うん、散々バカにされてたでって言うんですよ。分かった、じゃあそれはもう保証するからって、うん、言って、私は車で宮若側じゃなくて久山側の方まで行って、出たところの端に車を止めて待ってたんですよ。はい。たら、たらいつまで経っても来ないんですよね。うん。で、そのうちね、なんか大きな声で、わーって叫びながら、うん、ほんとすごい勢いで走って出てきたんですよ。はい。で、出てきた瞬間、腰抜けてるんですよ。はい。で、鼻水垂れてるんですよ。うん。それで、否定はしてるけど、ちょっとちびってるんですよ、やっぱり。うん、お前大丈夫かって、どうしたって言ったら、いや、別に何でもないって言い張るんですよね。いやいや、すごいな。うん、何にもなかったって。俺はちゃんとゴールしただろうって。うん、いや、お前走って出てきたじゃねえかって、何かに追われたように。うん、いや、だけど絶対に俺は何にも、怖くなかったし、うん、泣いてもないし、泣いてるんですよ、うん、声震えて泣いてるんですよ、うんうん、泣いてもないし、本当に男らしくちゃんと俺は出てきたんだって言うんですよね、うん、で、分かったって、それだったらそういうことにしとこうって、うん、言ってたらですね、はい、ちょうどその時に下の方からずっと軽トラが上がってきたんですよ。ああ、はいはい。うん、道の反対側の方から、ずっと下の方からですね。はい、その軽トラが、私の車の前に、だから私は左側に寄せてますよね。はい。たら、もう、本当もう私のフロントにべったりつけて、軽トラ止まったんですよ。うん。で、その中から、どれぐらいから、おじさんが出てきて、うん。で、そのおじさん、手に鎌持ってるんですよ。で、すごい勢いで、お前らそこで何しよってやーって言ってですね、はあはあはあ、いや、別に何もしてませんって、ただちょっと降りて話してるだけ、休んでるだけですって言って、はあはあ、お前らうるす、大体お前ら大概うるさいったいって、はあ、でどうもね、あそこの辺に住んでる方らしいんですよ、はいはい、もしもし、あ、聞こえてますよ、あそこ久山から上がってきたら左側の方に道があって そこにまだその時人が結構住んでたんですよ、うん、でそこの方らしくて、うん、でちょうどその頃、僕らの頃、ちょうど僕らも行ってた、単車で行ったり車で行ったりしてたんですけど、はいはい、夜中にですね、はい、で結構多分あの辺の方、多分相当迷惑になってたと思うんですよ。行き始めたばっかりだったから。多分、そうなんでしょうね。はい、でその頃結構暴走族とかも、うん、本当に何十台も連ねるような時代なんですよね。はいはい。単車とかだったら。うんうんうん、でそれがちょうどあそこ、地の利的に北九州から来るし、博多の方からも来るし。だから相当うるさい思いしてると思うんですよ。バテッシュね、うん、はい、多分 でその方がですね、うん、最初ものすごい剣幕で来たんですけど、うん、ちらっとそのサブの方を見て、うん、こいつ泣いてるからちょっとトーンが落ち着いたんですよ。お前ら何かあったのかって、いや別に何もないですよって、今からもうすぐ帰りますからって、うん、はいはい、でそしたらその方も落ち着いたけど、やっぱりなんかこう一言文句っていうか愚痴が言いたかったみたいで、うん、はい、兄ちゃんたちもまあ、こんな昼間に来る分にはええけど、うん、もう夜中に来るやつうるさいんじゃって、うん、でそれでやっぱりあの頃まだこう単車とかでまたその家の方まで行ったりもしてたみたいなんですよね、うんうん、で畑があったり、畑の中で入ったりですね、うん、で U ターンするのにその敷地内でぐるっと回ったりですね、あ、はいはい、そんなので相当やっぱり迷惑かかってるんだと思うんですよね、うん、
で、それで、おとなしくっていうか、冷静になってそういう話を、だから大変ですね、とかで僕も話してたら、だいぶこう、打ち解けてきたんですよ。はいはい。で、その人が、幽霊なんかおらんのにのうって言ったんですよ。はい。で、その言葉に、なぜかこのサブがスイッチが入って、幽霊おるわいって言い出したんですよ。いや、多分見たんだね。幽霊おるわ いっ見て言いたん出だしたら、ね。その人も売り言葉に変え言葉で、幽霊なんかおらんわって言って、おるんならお前なんかもう取り憑かれとるわって言って、たらサブもそれにシュンとなるかと思ったら、大体俺たちが何の法律に違反したんじゃって言い出したんですよ。まあ、その時は通れるところですからね。はい。で、車止めてちょっと休んどっただけやろうがって。その人やっぱぶち切れますよね。そんなこと言われたら。そしたら、その人が最後に言ったのが、法律も刑法も関係あるかって、お前らみんな死んでしまえばいいんじゃって言って、車乗って、軽トラに乗ってですね、帰っていったんですよ。だから多分、それが今、の札があるでしょ。で、僕これ、つながった。っていうのが、これ僕面白かったんで、結構言いふらしたんですよ、あの当時。え、マジで？もちろん、インスタとかそういうのないからですね。そんなのは無理だけど、だいぶ口頭で言いふらしてるんですよ。で、僕の周りも結構その話、伝説みたいなのって面白がってて、結構いろんなところに、多分あの当時って僕、福岡と博多に知り合い両方ともいたんで、中学まで、北九州で、博多で高校行ったんで、だから結構ね、バーッと多分広まってると思うんですよ。ごめんなさいね。ちょっとこれは別に、そういう意味で言ってるんじゃないんですけど、これ本当の話ですよね？本当です、本当です。だから本当、本当の話です、それは。だからそれが本当にそれになっても原因になったのか分かりませんよ、正直言ってね。これね、俺の話もつながるんですよ、これ。俺が聞いてる話にもつながるんですよ。これ、俺が、小学、高学年が中1の時に、その当時、5個ぐらい上の先輩がいて、その方も僕らより下ですもんね。全然下です、下です。そうですよね。で、80年代中頃で高校生でしょ？僕がそれ聞いたのは90年代中頃で、また10ぐらい違うと思うんですけど、その時に、まあその事件後ですけど、行った時に、まあそのオカルト系統的なようなものはなんだかんだあったみたいなんですよ。トンネルで事故ったっていうのもあって、何人か本当亡くなる事故っていうのがあったみたいそうですなんね。ですそれよね。は聞いたことありますね。90年代ですよ。で、その後あたり、90年代中頃ぐらい、多分3年か4年ぐらいの時に、その遊びに行った俺の友達の姉ちゃんたち、先輩たち、ちょっと悪そうな、先輩たちですよ。行って、鎌で追っかけられてるんですよ。同じ方かもしれないですいね。やー、多分同じかもしんない。で、多分結構ね、3、4世帯あったと思うんであすりよます、ね、あありのます、あ当り時。ます。今でも、でもあんまり言わない方がいいか。今は多分、あれになってますね。廃墟になってますね。完全にずっと。まだ住んでる方おられます？畑はあるんですよ。あります、あります。それはね、なんか動画で、ありま誰かの、他の方の動画でちょっと見たことあります。す。で、僕、あんまり言えないんですけど、なんで今この状況、なんで封鎖されてるかって言ったら、そういった経緯もあるんですよ。でしょうね。いろいろとあってって話を聞いてるんですよね、僕も。だから、別にその映画、その都市伝説をモチーフにしてる映画だから、これあんまり言いすぎると、その映画否定みたいに聞こえちゃうかもしれないけど、それはそれで多分僕だけじゃなくて、多分もしかしたらその方のキラーワードじゃないけど、他の方にも言った可能性はあるけどですね。あり僕ます、らありだまけす。じゃなくてですね。で、その時鎌持って追いかけられたっていうので、それでもう一目散に逃げてるんで、その僕の先輩たちは。だから、その文言を聞くことはないんですよ。
はいはいはい、でもあそこに行ったらそのやばい人が出てきて何しよんじゃって言って怒ら、鎌持って追いかけられるって話を僕中学時代ぐらいに聞いてるんですよね。あ、普通の本当普通の今覚えてて多少覚えてますけど普通の方ですよ、うんうんうん、そんな異常な方でもないしただの田舎の軽トラで乗ったおじちゃんだったですね、うんうん、当時多分40代50代であるのかな、わかんないけど、まあ子供の頃だから、うん、で上の人はみんな大人だったからで、ね、おじさんはおじさんだったから30だろうが40だろうですね、うん、ね多分ねご健在だと思うんですよね。そうですか、うん、おそらくちょっとそういった理由もある、はい、そういったのもある程度いろいろと聞いたのはあるんで、はい、ただ現地に行って現地突撃するわけにもいかないんで、はい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 、だからある程度そのいろんなものを状況証拠を集めてこうであろうぐらいなんですけど、はいはいはい、今のでほぼ全部つながりましたね。はいうん、それと、あと、ちょっとその件を置いといて、サブの方が、もうちょっと続きがあるから話してもいいですか？ぜひぜひ、なんか見てるわけですもんね。はい。なんかあったからそうなったわけですからね。で、車に乗って、キロに立ったんですよね。ああでその中でずっと、お前どうなんだって、何があったんだっていうと言わないんですよ。うん、さっき幽霊おるわ、言うとったやないかって。はいはい。だけど見たんだろって、なんか。うん。で、別に今言ったらしょんべん漏らしたことも誰にも言わんからって。うんうん、ね、お前は男らしく犬鳴きのあの怖いトンネルの中を歩いて堂々と出てきたと。うん。帰還したとみんなにちゃんと俺言うからと。うん。だから本当にあったことを教えてくれと。うん。そしたら、本当に言わんって。うん。正面漏らしたこと言わんって、うん、もう言うとるけどね、もう言う今言うとりますけどもそうそうそう、うん、言わん言わんとだから話せと正直に、はいはい、そしたら車僕の車がずっとテールランプが見えてますよね、はい、そいつが歩き出したら、はい、それが消えた頃にだからおそらく30メートルぐらい歩いたんですよね、はいトンネルの中を。で、車が、はい、テールランプがあるうちは少し明るいけど、真っ暗になったらしいんですよ。はい。それで、もちろんその頃、携帯電話もスマートフォンもないから、懐中電灯はもう、うん、持たせてたんですよね、一応。はい。はい、で、それをつけて、こう、もうちょっと歩いてたら、後ろの方からなんか走ってくるような音が聞こえたんですって。はい。それで、ちょっと後ろ見たら、うん、ちょうどだからトンネルからのこう逆光の中を、うんトンネルから、光が差してるからですね。うん。逆光の中を男が走ってきたと、おじさんが。はい。それも、なんか上半身裸で。はあ。で、どん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 結構なスピードで近づいてきたと。うん。で、よく見たら、上半身裸だったらしいんですよ。はいはい。で、結構いい、合体がいい感じで。うん。で本人曰く仮面ライダー1号のあの俳優と似てたって言うんですよ。でそれは誰だって藤岡弘さんか藤岡弘さんだなってそう広志って言い出す本郷武史だっつってはいそれからこいつずっと広志って言い出すんですけど広志でまず走ってきたら自分の前に来たから目をつぶったらしいんですよ襲われろと思って、うんただその柔らかくふわんと消えたらしいんですよ。はあ、広志が。広志が。だから自分にこう突っ込んでくるその前にふわんと消えたらしいんですよね。はあ、で、その時にこう勢いで後ろに尻餅をついたと。はい。で、尻餅をついてちょっとこう、少しこう立ち上がるのがあれして、ちょっと呆然としてて、やっと我に返って今度後ろ向きっていうか、僕がいる方ですよね、うん、に振り返って走り出したら何かにドーンと当たったらしいんですはいだからそれがどうもヒロシの胸に当たったらしいんですでそのまんままた尻もちついて、はあ、うわーっと思って目つぶってこうもう怖くて
今度なかなか立てなかったらしいんですよ。はあ、だけどこのまま座っててもあれだというので意を決して、はあ、パッと目を開けたら誰もいなかったらしいんですよ。あ、で、その、わーって戻ってくる。その後立ち上がって、わーって走って戻ってきた。なるほどね。そこに至る、はあ、そこに戻るわけですね。そう。それで戻ってきて、さっきのおじさんの下りに。はい。なってたんですよ、ね。で、おるわーって話になったんですそれで、それから、そこで終わらずに、もうちょっといいですかね、大丈夫ですか。大丈夫ですよ。で、まあ、家に帰りましたと。うんうん、で、こいつ、就職決まってたんですよね。はい。高校卒業した後ですね。はい。で、私が一週間後ぐらいに大学行くんで、行くのに、うん、そいつがもうその日から次の日くらいから働き出したんですよ。今一応落ち着いて働いてたみたいなんですよね。うんうん、で、大学、私はその後大学で、京都の方に来て、で、その年のですね、ゴールデンウィークに、うん、うちの、自分のところの兄貴が結婚式があったんですよ。はい。それで、一時、帰郷して、帰っていうか帰ってきたんですよね、小倉の方に。はいはい。で、その時にあいつどうしてるかなと思って、ちょうど1ヶ月ぐらいですね、うん、その時から、うん、どうしてるかなと思って、うん、でそいつの家にもう幼い意味で家も本当もうすぐ近所なんですよ、うん、で散髪屋さん、親父さんが散髪屋さんなんですよね。はい。で、まあ帰ってきたから髪でも切ってもらうかと思って、そいつに会いに行くあれので、はいはい、で、亀吉に行ったら、そのお母ちゃんが、うん、はい、子も本当、この1ヶ月、うん、なんか一生懸命働いてるのは分かるんだけど、ものすごく食べるようになったって言うんですよ。うん、食べる？で、それでテレビばっかり見るんよって、帰ってきたら。で、一回注意してあって、って亀吉行った後、それで、そいつがいる部屋の方に上がったんですよね。はあ、で、おおったら、ものすごく太ってるんですよ。おう。1ヶ月で。ほうほう。で、お前、何しようんかって、お前、みっともないって言って、うん、でテレビ一生懸命見てるんですよ。うん、だけど、僕の顔、はっと見て、はっとして、ちょっと俺、ちょっと外出ようって言い出して、うん、で、外に出たんですよね。はい。で、近所の神社に入っていくんですよ、そいつが。ほう。神社に入ったら、いや、実はね、って。うん、実は、あの時、車に乗ってった時からそうだったらしいんですけど。あ、そう、犬鳴のってことですか？そうです。ずっとヒロシが横におるんよ、って言うんですよ。え、帰り？帰りから、僕は車の中からずっと。行きは何もないですよね。行きは何もない。だから、その、ぶつかった後から。帰りずっといたと、ヒロシ。うん。だから俺の横にずっとおるんよって言うんですよ。へぇって。それ今も、うん、今もって言ったら、うん、今もって。でも今は大丈夫と。いや、神社に入ってこれんとって言うんですよ。ああ。じゃあ神社が一人になれる場所？そう。で、神社とかそういう、ところに行ったら、ふっと消えるらしいんですよね。はあ、で出たらまた横にいるらしいんですよ。はいはい。でそれがずっとなんて、それが、はいはい、いや時々まあ、おらんのかおるのかわからんけど気配が消える時はあるって言うんです。はい。でそれであれからものすごくお腹がすくって言うんですよ。はあ、はあ、だから多分そっちの分まで食ってるんでしょうね。二人分？だからものすごく太ってましたもん。いやそれでじゃあまたここ出たらおるんやねって、うん、そうおるって多分おるおやって、うん、でそれとあとね何つったんかな、それとあそれとねテレビをね見るのが好きらしいんですよ。あヒロシが、ヒロシが、あじゃあテレビをヒロシと見てるっていうか、テレビはヒロシが見てる。そうです。それも、そいつあんまりね、テレビ見なかったんですよ。興味ないやつなんですよ、あんまり。だからそれもね、好きなのが、その当時、ひょうきん族。はいはいはい。が好きで、
土曜日の夜は絶対いなきゃいけない、テレビ見えるとこにいるらしい、いなきゃいけないみたいなんですよ。でいなかったら帰ろう帰ろうって横から言うらしいんですよ。いなかったら、だからそうテレビがいるところっていうか部屋に、あそれとね、それとね、松田聖子がどうも好きらしいんですよ当時のね、当時の聖子ちゃんもう大人気の頃です。はいはいはい、が好きで、その時はね一生懸命じーっと見てるらしいですよね、はあ、で最初はこうそいつの部屋にテレビがあって、うん、で前にこうナフコとかナフコかどっかで買ったチャチ二人掛けのなんかソファーみたいなもん、はい、組み立て式の、はい、でそれにこう座って二人でっていうかサブ自体は興味ないんですけど横で見てるらしいんですよ。 はいはい、うん、それでどうも最初は気づかなかったらしいんですけど、うん、サブの部屋の中だけは、うん、なんかこうまあ外には出ていけないんですけど、はい、離れても大丈夫だ、テレビ見てるときは離れられるみたいな、サブから、はあはあ、部屋の中にさえいればおとなしくテレビ見てるらしいんですよ、うん、で、それがね、ずっと僕らがいたときに、それでお前、なんかお祓いかなんかいた方がいいじゃないと気持ち悪いって。うんうん。だから、いや、でもね、って、別に迷惑でもないしね、って、いや、お前、そんな人ってみっともない体になっとるやないかと。迷惑で今から彼女ができたりしたときどうするとやって、ヒロシがおったら困ろうがって。うん、今から結婚を移せないかんとぞって、うん、なんか犬かな猫かなんか拾ってきたやつを諭してるみたいなですね。まあ、そうですね。まあでも、そうだとしても、太りはしない。ちょっとね、どう情が映ってるっぽいんですよ。あ、なんかだから、お前取り込まれとるよって。うん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 。って言ったら分かったって、なんとかちょっと考えるって言って、はい、で、今度夏休みになるんですけど、はあ、夏休みに帰ったらまた痩せてるんですよ。はあはあはあ、どうしたって、ヒロシおらんようになったってやって、そこヒロシおらんようになったって、なんか勝手におらんようになったとや、いや、違うって言うんですよ。うん、で、それ聞いたら、うん、テレビ見てるときに、うん、こっそり塩とね、ワンカップを隠し持ってたらしいんですよ。これ、うん、それもバカなんですけど、こいつ、うん、除霊するには塩と酒ってどっかで聞いたんでしょうね。で、こっそりワンカップと塩をですね、うん、自分の引き出しの中かなんかで隠し持ってたらしいんですよ。はあ、で、それをテレビ見てるときに、一生懸命聖子ちゃんかなんか見てたらしいんですけど、うんうん、こっそり後ろから近づいて、うん、で、右にワンカップ、左に、ただの食卓園ですね、赤いキャップの。はい。で、あれを、キャップはもちろん中のちっちゃい穴のところを開けて、うん、ワンカップと、あと、薄量退散って言って、うん、かけたらしいんですよ、後ろから。バカでしょ？いや、バカかどうかは、まあ、このサブちゃんはずっとバカなんだと思うけど。バカでしょ。だけど、聞いたらしいんですよ。はあ。だから、ヒロシもバカだったんでしょうね。まあ、どっちもバカだと思いますけどね。うん、悪霊退散って言って、かけたら、うんうん、気配がなくなったらしいんですよ。はあ、で、やっぱり何日かはちょっとこう、本当にそうなのかどうなのかって信用できなかったみたいですけど、さすがのバカのサブでも、うん、だけど1週間経っても2週間経ってもう帰ってこない、うん、みたいなんです、うんうん、でね、
あれ電波が聞こえます。大丈夫です。うん、塩かけて、塩とお酒かけたらいなくなって、なくなった。そのままもう、そのままもう大丈夫だったみたいなんですよ。はいはいはい。だけど、今度寂しいって言い出して、こう。お前、バカかって。もうそれはさすがに、それでもう一回ちょっと犬鳴き行くなんて言い出したから、もうそれはもう俺は知らんって。うん。で、もう、蹴りました、そのまんま。蹴った？蹴りました、本当に蹴りました。まあまあまあ蹴たぐらんといかんすわね、うん、腹を蹴りましたでまあ一応これでハッピーエンドですね。ハッピーかな、ハッピーかどうかは本人に。でも今はケロッとしてるから大丈夫だと思います。今はまあもう今元気に普通に元気で普通結婚して、普通の仕事もして、うんうん、あ結婚できてよかったですね。やってます。はい、結婚もねちゃんとできて、その前だったら私だいぶだいぶ言いふらいました。全部、今の話、全部言いふらしましたけどね、みんな。でもまあ、サブローは、別に本名じゃないから。わかんないから。うん。まあ、大丈夫ですか。リアルでもだいぶ言いふらしてまし、言いふらしました、この何十年。だけど、こういうやつだからいいんですよ。そういう、キャラだから。まあね、まあまあ。うんうん、まあそういうのもまあ一つ、うんうん、供養にはなるんじゃないですか。で、まあ、今でも酒飲んだらバカですもん。という話。いやでもちょっとねえその当時からやっぱ心霊スポットってやっぱずっと言われてるって話は聞きましたから。そうそう、うん、だから今ほどね、こんなこう、スーパー、ね、スーパー級の雨ではなかったですけど、まあ、まあ、普通の、ね、心霊スポットでしたけど、まあね、全国、まだ陸丸ダムとかね、クラスのね、そういうところの方が、うん、だその全国クラス。陸丸ダムなんか怖かったですよね。そうですね、だからその、全国区になったのは多分事件後だと思いますけど、そうですね、うん、それ以前とかは力丸の方が有名でしたもんね。はい、で、うん、福岡の連中みんなの南畑、南畑って言ってたけど、はいはい、南畑ダムとか言ってましたね。そうですね、南畑か牛首ダムかとか、牛首かです、うん、ね、あっちの方はね有名でしたけど、まあでも、うん、ですかね、その頃はですね。あの辺りは、まあ、ちょこちょこね、昔からありましたけど、うん、あの峠の方とか、ね、まあ、南畑の方とか、だと峠の方とかもそうでしたからね。ただ、それと一緒になって、峠道とかは。どっちかというと、川内とか。ああ、そう、川内の方ですね。貯水池の方ですね。川内とか、金沢行ってた首吊り。ああ、そうっすか。橋とかですね。上の方もね。首吊り橋もその当時からですか？その当時か、知る人ぞ知るっていうか、あれなんか水道管なんかが、給水の、そうそうそう。連絡橋。上にね、ポンプなんかで上げて、うん、過去にこう水をこうね、あれすると、なんか、そういう施設があるんですよね。あります。水道局の連絡橋なので、それとあとね、河内にあった小人の家っていうのがあったんですよ。うんうんうん、知ってます、知ってます。ねえ、うん、それぐらいかな。あとはだから素顔だとか、あの辺はね、うん、だけどもう全部観光地ですからね。そうですね、ほとんど、その、河内の方とかも。本当綺麗な、うん、桜の名所だったりね。うん。で、綺麗なところだったり。あの辺りはね、別にその、まあ、観光地って夜の姿がやっぱ怖かったりするんで、そうそうそう、あのギャップがね、ね、その昼間の顔と夜の顔がね、うん、で、まあ、どっちかというと走りに行ってるようなところだったりするね。そうですね、あの族の連中が、うんうんうん、峠ですからね、ねえ、うん、まずあの、うん、まあいいです、またちょっとまたいろいろもう少しありますんで、また電話に入れます。いや、ちょっとこれはなかなかに貴重な話ですよ。あ、そうですか。
だってだここから、そう、あの、ここにたどる、いや、ひょっとしたらその大元かもしれんの話は、ちょっとね、まあ、それ以前にもそれを食らってる人間がいたかもしれないですけど、そうですね、だから多分その人のキラーワードだったかもしれないですね。そうですよね。で、その前後で、そういったのがバーってあって、あそこにああいう人たちがおるよ、あそういう人がおるよっていうので、俺も何年か越しにそれを聞いてたけど、本当かな、どうかなっていうのは、だけど、まあまあ、拡散はまあまあします。だからそのこの先日本国憲法を通じずはその言葉が転じてっていうことなのかもしれないですもんね。いやだから僕何年か経ってから逆に僕なんかその後は全然知らなくて京都に行って、それで仕事の関係でまた北九州に戻って30前ぐらいに戻ってきた時に、その甥っ子かなんかが、まあ、そういう年になってて、犬鳴きに行く。でその時においちゃん犬鳴き行ったことあるって、で、あそこなんか犬鳴き村っていうのがあってねって、なんかさ、この先日本憲法村とかもっていうのが立っとんよって言って、本当かって言って、それ多分俺が言ったことやけどな、これって言ったら俺が多分言うらしたことがそういう風になっとんやと思って、はぁ、いや、すげえびっくりしましたもん、その言葉聞いたら、えって。え、この話俺も言いふらしていいですか？あ、いいですいいです、全然全然いや、これは多分結構なスクープですよ。どうなんだろう。もう知ってる人もいるかもしれないですけど、まあでもその当時そのなんていうかな、村瀬川さんの話を聞いてる人たちは、あ、なるほどねっていうのは知ってる人は知ってるんでしょうね。そうでしょうね。でも、そうか。でも、聞いてないもんな。そういう人がおるっていう話は聞いてましたけど、そういうことを言ったってのは。だから、第一村人ですよね。で、いろんな俺の知ってることとかもつながるから。そうですよね。今聞いて、僕も今聞いてびっくりしたんです。だから、あーって、ちょっと、この裏も取れると思うんで。あれ、いや、ちょっとこれはいいお話を聞きましたね。ありがとう。まあ、光栄です。いやまあ、いろいろとね、ある土地ですけど、やっぱその、実際問題、じゃあその人がね、どうこうって言うんじゃなくて、まあ、実際問題、その場所に行く人間たちがまあ悪いわけですから。で、結構僕、結構行ってるんですよ、実は。あそこ、何回も、はいはい、夜も。まあ、ほとんど夜だけどですね。で、僕自身はほとんど体験なんかなくて、誰かが どうなった、こうなったって聞く方だったんですけど、はいはい、だけど、その一回、その昼間行った時にあそこ見たけど、本当綺麗なとこだったですよ。いや、だって、あそこは野鳥スポットですもん。そうそう、それとあと、あそこ、黒田藩の御用林なんですよね。なんか、ね、そんな話は聞きましたね。あの池もね、すぐ近くにある池もすごい綺麗なところで野鳥の撮影スポットだったり、本当は風光明媚というか、綺麗なとこだったですよ。まあね、今はね、ちょっとね、見る影もない。ないですよね。登山道はあるんで、多分山登りとかをする人たち用の道はあるはずなんですよ。僕も何回かそこ見たんで。それとあと、あそこなんか黒田藩が連れてきたみたいだけど、岩見かどうか、島根県の岩見かなんかから、たたらの職人を連れてきてるんですね。あ、そうなんですか。はい。だから、たたら場があったみたいですよ。へー。あ、でもそれは多分、犬鳴き谷の方にいらっしゃったんですかね。犬鳴きの山の中に、で、たたら場の人たちって、まあ、ご存知の方いるかもしれないけど、もののけ姫の、はい、ね、あれに出てきた、はい、烏帽子ですかね。はい、あれとか、たたら場の、はい、鉄の職人の村だったでしょ、はい、で、彼らはもう山から降りてこないんですよ。ああ、じゃあもう別の集落として、ね、じゃあその辺りの人たちの、そうそう、だから多分山中に本当はあったと思うんですよ。はい、ただ
これは黒田藩の史実に残ってるんですけど、村の人との接触は禁じてるんですよ、彼らの。はいはいはい。だから結構ね、村の人たちから見たらちょっとね、差別意識はどうもあったみたいなんですよ。ああ、そうか。そう、はい、そう、そうか、そうか。だからちょっと、その、それこそそれが都市伝説になってて、ちょっと違和感。それがね、違和感とか。それが明治になって、はい、戸籍作らなきゃいけないでしょ。うんうん。で、名字を名乗るのをみんなにやれちゃうんですよね。うんうん。でその時に全部は降りてこなかったみたいなんですね、山から。あで、なんか、何世帯かは、犬鳴谷集落ですかね、はい、犬鳴谷村。谷村ですね。うん、あそこで降りてきた人たちはいたみたいなんですよね。ああ、なるほど。だから多分山の方の人たちは、その岩見に帰ったか、はい、そのまま山の中で暮らしたか。うん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 。みたいなんですよね、多分。ああ、じゃあそういう。だから、下で融合した人たちと、山に残った人たち。うん、それと、これをちょっとまた話、長くなるから今度また話しますけど、はい、あと山の民って、三家って言ってます。三家、はい。します。で、この、タタラの一族っていうか、タタラの人たちって、三家とものすごく強いつながりがあるんですよね。ほうほう。あと山岳信仰のそれこそ修験者だとか、うん、そういうのと、うん、だからその辺はまた、次のあれの時、突の時にお話しします、うんうんうん、だから結構ね、犬鳴のあれっていうのは結構ね、悲しい物語、歴史的にはそんなにね、闇ではないんですよね、分かってる、うんうん、ことを多分つなぎ合わせて、うんうん、それとか今言ってるのはもしかしたら僕が今お話ししたような話とかが融合して、うん、いろんなことがくっついてできたんだと思うんですよね。でもそうでしょうね。だからその映画とかも、うん、いろんなそういった伝説とかっていうのを組み合わせて作ったっていうようなお話もありますから、はい、うん、なんかそのここ触れるみたいなようなところも結構描写であったりしたから、わ、すごい攻めてんなって思ってた。ちょっとね、なんか僕見てないけど、なんか、すごい展開になってたみたいですね。うん。なんで、そういったような系統の話も、やっぱ出てきてたので、で、いろんなものを組み合わせてっていうようなものだったから、はいね、ああ、でもそういう、のは、なんとなく、その、聞いたことは、ありましたけど、それとあとね、黒田藩のね、内輪もめのあれも絡むんですよ。砂漠派と倒幕派の、はあ、黒田藩は砂漠派が勝ったんですけど、幕府軍ですね、はい、だからその辺もね、ちょっとあそこと絡んで、うん、なぜなんですかね、そのタタラが連れて、あそこに連れてこられたのかって、ね、はい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 、幕末にですね、うん、だからその辺もね、いろんなこう歴史を解けばいろんなことがあるんですよね。ああ、だからその辺もね、ちょっとなんか僕こういうの好きで調べてたんですけど、うんうん、結構ねつながるんですよ、その辺の話が。なるほどね。僕らが知ってるのとか、そういった表面的なようなものとかで、うん、噂レベル。犬鳴村はどこか論争があるじゃないですか。まあそうですね。で、一応今、犬鳴谷っていうのは半分本当ですよね。うん、そうです。まあ、基本的には犬鳴村って言われてるのは、ダノンの下に、うん、沈んでる犬鳴谷集落ではあるんですけど。うん、だからそれ以外にはあるはずなんですよ。だから今は、だからその集落っていうのはもっと犬鳴トンネルに近いところにね、うんうん、いわゆるだけあの辺にあるんじゃないかって言われてるところはあるんですよね。で、史跡も残ってるみたいですよ。ああ、でもそうだから、あの辺りをきちんと調べれば、うん、1日2日いて、あそこ温泉地ですからね。それが脇田、うん、
あそこら辺にちょっと行っていろいろ話聞いても面白いだろうし。だから、インナキダニ村の人たちは、ワッタの辺に移住してるみたいです。そうですよね。ですね。うん、それで、半分はね、どっか行って、いなくなってる人たちがいるんですよ。うんうん。で、その人たちが、その末裔なんですよね。ああ。一つじゃないんですよ、あの、インナキダニ村自体が。うんうん。いろんな集落の集合体ですから。集落っていうか、5つぐらいの集落って言ってなかったかな。それの多分、一部は多分、その山の人たちの。はいはい。人たちがいる、いたはずなんですよ、うん、何割かは。うんうんうん、それの、その人たちがいわゆる犬鳴き村なんですよね。うんうん、おそらくですね。ああ、その大元になってるところですよ。その、いわゆる犬鳴き村って言われてるところの。そうです、そうです。そう、そこと、その、言うたら、その鎌持ってきたおじさんの。そうです、そうです。多分、だからその辺の人たちが、明治になってあの辺にいて移り住んできてると思うんですね。そうですね。これが繋がるのか繋がらないのかっていうところですよね。そうです、そうです。うんうんうん。それとあと、その伝承がちゃんと残ってるのか残ってないのかですね。そうですね。うん、ただ一つね、うん、あの山の中にお墓はあるみたいですね。お墓、ああ、はい、そうね。多分、あるでしょうね。うん、あるんですよ。これね。これはもうあの、確実にあるんですよ、うん、ただあんまりそこはね、ちょっとあのシャレにならないようなんで、うん、あんまり当たらない方がいいかもしれません。あの実際ね、いがこれはどうなんかな、うん、名前も僕知ってるけど、そこはもうあんまり当たらない方がいいかもしれません。もし人が行ったりしたら多分シャレにならないところだから。うん、山中で、多分もう山中だったら入れませんけどね。そうでしょう。イノシシとか、ね、イグシ、うん。で、あと、あの、漁やってたりするから、鉄砲持ってる人たちもいるかもしれない。ああ、漁してる人たちはいるでしょうね。はい。だって、うん、下手にこう素人が入ったりしたら大事になるって、うん、もうあんまりうろうろしない方が。まあ、そもそも立ち入り禁止ですからね。はい。うん、あそこ。あの人はね、あの、絶対行かない方がいいと思います。また違う伝説残したらいいけど。まあね、ちょっと、そうですね、いろいろとお話ししたいところではあるんですけど。はい、また次の時に。そうですね、またぜひぜひ、はい、よろしくお願いします。はい、いや、ちょっとこれはな、とんでもない話が。皆さん待たれてると思うけど。ちょっととんでもない話が飛び出したので、またね、ちょっと詳しくよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、これで失礼します。はい、どうもどうも。そう、今年っていう、今年お盆にサブローと会った、サブちゃんと会ったんですよ。はいはい。その時に、例の犬鳴きの件をちょっと話したんですよね。はいはい。そしたらね、ちょっと僕の勘違いと、彼が言ってな、僕に言ってなかったのかわかんないけど、ちょっと新しい情報というか、ちょっと僕がこの前話したのとはちょっとね、違ったことがわかったんですけど、はあ、それがね、自分で塩と酒かけて飛ばしたって言ったじゃないですか。あのね、その話だけされても、初めて聞く人、ちんぷんかんぷんになっちゃうんですよね。あ、じゃあ、ちょっと概要だけ話しますね。はいはいはい、はいはい。犬鳴きに三郎と二人で行きました。それ昼間です。うんうん、で、三郎が自分でトンネルの中一人で歩くって言い出して、うん、で、トンネルの中一人で歩いて、僕車で先に、トンネルの先に行って待ってたんですね。うんうん、そしたら、なんか泣きながらダッシュで走って、表に出てきて、うん、で、なんか、じゃあ、何かいたのかって、最初いない、何にもいなかった、大丈夫だったって言ってたんですけど、うん、結局、男の幽霊を、が取り付いたっていうか、うん、ついてそのまま家の方に帰ったんですね、北九州の方なんですけど、はいはいはい、それから僕は最初知らなくて、後からそのついてきたっていうのが分かって、その時に僕京都の方の大学に行ってたんで、うん、
で、帰ってきた時にそれを知ったんですよね。ついてるっていうことを、1ヶ月後ぐらいに帰ってきた時に。まあ、その、まあ、そうですね、そうか。で、ちょっとこう、いろいろあったというか、うん、その、はいはい、なんか、やたらめったら痩せていくわけですよね。あ、太っていった、ね、太ってたんでしたっけ？太っていく、はい。で、はい、もうなんか、どんどん食わないといけない、食わないといけないみたいな、こう、なんかもう、それに駆られて、めちゃめちゃ腹が減って、飯を食うみたいになったんだけど、その食う理由っていうのがそのついてる男だったんですよね。それを後に知るわけですよね。はい。で、後にそのいなくなるんですよね。で、急に痩せて、どうしたって言ったら、いや、いたのが消えたと。で、その自分で追い払ったっていう、ね。うん。で、その時に放った言葉って何でしたっけ？放った言葉がだから、あの、言葉っていうかね、あの、塩とお酒をぶっかけて、うん。ただ消えたんですよ。あ、何も言ってなかったでしたっけ、その霊的なようなものが。言ったような話したかな、ちょっとその辺がね、あの、上書きされちゃってるんですよ。なんか放ってなかった。あ、なるほど。まあ、そういうの、はい、そういうのがあったんですよ、その。で、その時には自分が自分で払ったって言ってたんですよね。はいはい。その、だからちょっとどうもね、その辺が違ってて、あの、行動自体はそれで正しいんですけど、うん。あの、実はね、あの、近所に一人おばあさんが住んでたんですよね、僕らの家の近所に。ほう。そのおばあ、はい、そのおばあさんっていうのが、あの、もともと福岡の方で、ほうほう、なんか大きなお店かなんかやられてて、ご主人とですね。はい。で、それを息子さんの方に引き継いで、北九州の方に戻ってきて、あの、住んでた、あの、もう言ったらご隠居夫婦みたいな感じなんですね。はいはい、で、その僕らの家の近所に一軒家で結構大きな家があったんですけど、うん、そこがね、お庭に結構大きなお社を建ててたんですよ。うん、それで、そこのおじいちゃんが、その別に神主さんとかそういうんじゃないけど、それをお祭りして、こうある神社から分子っていうかあれしてですね、そこで してたんですけど、おじいちゃんもだその僕らが知ってる時は亡くなってたんですよね。はいはい。で、そのおばあちゃんがそのお社をこう、あの、毎日こうきれいにこう掃除したりだとか、結構大きなあれで中に入れるようなお社だったんですよね。はい。で、それをきれいにしてるおばあちゃんがいて、その方が僕らを結構可愛がってくれてたんですよ、近所で。うん。で、その、あの家の前通ったりしたら、こう、あの、お菓子くれたりだとか、いうようなので、子供の頃から知ってるおばあちゃんだった。それ全然別に、こう、あの、なんか拝み屋さんとかそういうのじゃなくて、うん、こう、ただ信心深い方だったんですよね。うんうんうん、で、その方がよ、あの、僕がだから京都に行くときに、どうもなんか、そのおばあちゃんに相談してみればって言って帰ったらしい、帰ったっていうか京都に行ったらしいんですよ。うん、で、その後、サブローがそのおばあちゃんのところに行って、あれしたら、なんかおばあちゃんなんか、あら大変っていうような感じで、あの部屋の中に招き入れてくれて、うん、ちょっとお部屋の中で待っててって言われて、はい、で、自分はなんかそのお社の横のところに、ちょっとしたね、椅子、なんか石っていうか、あれのこう、座る場所みたいなところがあったんですよね。はあはあ、で、そこに、三郎は部屋の中、その、母屋のお部屋の中に入れて、そのおばあちゃんがそこに座ってですね、ちょっと三郎ちゃん中に入っててって言って、うん、でそこでなんかこう、座ってなんかこう、なんか人と話してるような仕草、三郎曰くですね。うん、話してるような素振りだったみたいなんですよね。で、15分ぐらい待ってたらおばあちゃん帰ってきて、うん、なんかこう、男の人がついてるのあなた知ってるでしょって言って言われたらしいんですよね。あ、自分自身についてるの、自分自身って自分で分かってるでしょ、はい、と。うん、それでこう話して、もう、そういう敷地には入ってこれないっていう話したじゃないですか。はいはい。その、霊が、その、そういうお社とかそういう、こう、神殿とか、そういうところに入ってこれなくて、うん、そこの、その、端っこのところで話して、おばあちゃんだけが戻ってきたんです。だからその時点、その、お部屋にいる時点では、その、霊のその、藤岡博士の霊はですね、そこで待ってるような状態で、うん、
お部屋の中にはだから三郎とおばあちゃんが話してるような状態になったらしいんですよね、うん、でおばあちゃんがだからこのままいたら抜けれなくなるから早くもう抜きなさいって言って言われたらしいんですよ、うん、サブローンですね。で、そのためのあれとして塩とお酒をあげたらしいんですよ、そのおばあちゃんが。これをだからあなたってなんかあなたたち仲いいみたいだからすぐにはあれだけど1週間以内ぐらいにはあなたちゃんとお塩とあれで払いなさいって言われて渡したらしい。それをそのヒロシの方にはちゃんと言ってるから、彼もそれでいなくなると思うからっていうことで、そういう話をしたらしいんですよね。それで、そのヒロシの正体を、ヒロシに直接そのおばあちゃん聞いたみたいなんですよ。ほう。うん、そしたら、全然犬鳴きと関係ない例だったらしい。ほう。それが、うん、それが、僕と、サブローが車で犬鳴きに行く途中でヒットも拾っちゃったみたいなんですよ。ほう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 。全然だから別に自爆霊でも浮遊霊でもなくて、普通にだからその日に近い日にですね、この行った日に近い日にちゃんと病院かなんかで、うん、家族に見取られて亡くなった霊だったみたいなんですよ。で、そういう霊って、うん。でそういう例って別で全然別にこの根性にこうなんか恨みがあったりとかこうあれがあったりとかするような例ではなくて普通に亡くなった例だったらしいんですよね。はあはあはあ、で普通はそういう例っていうのはそのおばあちゃん曰くですね、別に人の形になったりしないでこう自分のこうなんか思い出のところをこうなんかこうふらふわふわっとこう浮いてるようなあれで。うん、そのよっぽどこう縁故者とか恨みがある人とか、うん、それとか家族肉親とかの前ではその人型にはならないっていうらしいんですよね、うんうんうん、だからただこうふわ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 こうなんかこう漂ってるだけで、そういうのも普通になんか日常的にあるような状態みたいなんですよね、いわゆるなんかこう浮遊霊みたいなようなものを。そうです、浮遊霊っていうかその成仏するまでの間ですね。あ、間はい。で、それが、なんか、たまたま、犬鳴きに犬鳴きっていうか、車に、なんか、車に乗ったらいろんなところを、こう、その、点々と交通機関に、こう、乗ってたりだとか、こう、車に勝手に乗ったりとかして、ちょっと移動して、ちょっと降りたりとかするらしいんですけど、それがたまたま、サブローが乗ってた車が、なんか、どうも居心地が良かったみたいで、なるほど。あ、じゃあそれって結局やっぱ犬鳴きの方からやっぱついてきたのは間違いはないんですか？うん、だから犬鳴きっていうか、だから北九州と犬鳴きの間のどっかで多分乗せたんだろうっていう、乗せたらしいんですよ。じゃあそのまんま、はいはい、乗って犬鳴きまでついてきたみたいなんですよ、車に乗って。あ、じゃあそのお化けがいたって言ってギャーってお化けなんかわーってこう泣き叫びながら戻ってきた時にはもうすでに、うん、車乗ってて、そうです、そうです、それがその犬鳴きのその入り口に着いた時にサブローが降りるじゃないですか、はあ、だからその時一緒に降りちゃったらしいんですよ。あ、なるほど。うん、そしたらそれからそこからが面白くて、こうなかなかこう危険、こう普通の階段じゃこう角度的に見えないところなんですけど、その時のもともとその、ヒロシは、あれじゃないですか、普通の人間じゃないですか、ちょっと前までは。まあまあまあ。亡くなる前までは、うん。だから人間の感覚なんですよね。はいはい。まだ。はい。で、降りたら、その入り口のところとか、その犬鳴きの、その山の辺とかにいっぱい霊がいたらしいんですよ。あその、犬鳴きの、ちょっとこう、入り口の前にこう広場じゃないけど、ちょっと広くなってるじゃないですか。はいはいはい。あの辺にもうびっしりなんか霊がいたらしいんですよ。はあ。それで、怖っと思って、ヒロシも。うん。で、動けなくなってたらしいんですよね。怖くてこう霊がいっぱいいるから、うん。だから人間の感覚に近いみたいなんですよね。はいはいはい。それで、すくんでたらしいんですよ、こう。うん、
それで、サブローが中に入っていくじゃないですか。はいはい。で、僕は車でバーッと先まで走っていった後にサブローが歩いてくるんですよね。うんうん。で、その時、サブローが歩いていったの気づかなかったらしいんですよ。で、一人になっちゃったらしいんですよ。うん。入り口の手前に。うん。ヒロシがね。うん。で、それで、気がついたら車もいない、サブローもいない、一人になってる。ヒロシが。うん。で、サブローが多分中に入っていったのはなんとなく見てて、で、それでも周りにこう幽霊とかがいて、で、周りの霊からこうちょっとこういじられるっていうか、こうちょっとこう、ちょっかいかけられたりしてたり。お前どこの思い、お前どこの思いあって。はい。で、それで、サブローが歩いていくじゃないですか、ずっと。幽霊にも絡まれる。で、その時に、なんかいや、その犬鳴きの山の方からですね、はい。なんかものすごく大きな、なんか化け物みたいのがこう、降りてきたらしいんですよ。こう山伝いに、はあ、うん、でそれでうわーってなってヒロシが、でそれでそこから走り出したらしいんですよ。ああ、ヒロシの方に向かって、で、はあ、それをヒロシが中で見てるんですよね。はあ、走ってきてたのを、はあ、で走ってきててうわーと思って、ヒロシじゃなくてサブローは腰抜かしてあれしてたところで前でふわって一回消えたんです。それは前に話してるんですけど。うん、ファーってこうヒロシが消えてわーっと走ってきて、でそれをだからサブローからしたら自分に向かって追いかけてきたんだと思ったけど、ヒロシからしたら自分もわーって逃げてきてるんですよ、怖くて。うんうんうん。それでわーってなって、でそこであれして、でサブローがこけたんで、あーと思ったらしいんです、ヒロシは。こけたと思ったらしいんです、ヒロシ、サブローがですね。それで、うん、その後ヒロシが立って、この逆の方の僕がいた方に逃げてこようとするときに、ヒロシが サブローがヒロシにもう一回ぶつかったっていう話もしたと思うんですよ、前。はい、自分が逃げようとしてパッと立ったら、その霊が前にいてっていう話もですね。したかな、うん、で、それを、うん。で、それで振り払ってわーってサブローは逃げてきたって言ったんですけど、どうも、ヒロシも一緒にサブローと走ったみたいなんですよ。うん、入り口に向かって一緒に、だから二人わーって霊と人間がわーって僕の方に逃げてきてるんですよね。まあ一人しか見えてないですけどね。僕には見えてないですよ。うん、で、そうこうあって、そしたら僕がその犬鳴きのそのトンネルの先のところで、そこの地元のおじさんとバトルをしてたらしい。はいはいはい。バトルというか、こう話してたんですよね。そこに行き着くわけですね。はい。で、それでサブ、あ、その前か。その僕が行った後、僕がだからサブロに会った後に車が来たのか。で、サブロは腰抜かしてて、僕がその、地元の人とのこう、あれ、軽トラで鎌持って上がってきたっていう人ですよね。うんうん、で、その人と、最初はだから、その人、わーって、なんか、どこのもんやーって僕にあれしてきたとのを僕がなだめて、こう、最終的には、でも幽霊とかおらんのにねーって言って、相手が言った時に、サブローが立ち上がって、おるわいって言って言い出して、で、その時に、揉めて、その相手がだから、で、サブローがだから、その時に、その、ここに止めとって何が悪いんやって、法律とか、あれ、憲法とかに書いとるんかとか言って、その、あれにこう、食ってかかっていった時に、その、うん、この部分の詳細は、うん、動画がありますんで、はい、そちらか、ね、多分、メンバーさんはもう知ってるとは思いますけど。ここでまず、それで結局その ま, いろいろあるわけ、ね、そのまんま北九州に帰ったんですよね。はいはい。で、その時に当然ヒロシも連れて帰って、一緒に連れて帰ってたみたいで、はいはい、でその後がそういう状況になるんですけど、で今の一連のお話はヒロシから聞いてるわけですね。ヒロシから。それで僕なんでその時に僕に言ってないのって、もう何十年も黙ってたの、うん、っていうふうに聞いたら、言ったつもりになってたみたいなんですよ、うん、本人は。僕がそれを知ってると思ってたらしいんですよ。まあ、で僕は聞いて、
うん、聞いてないよっていう、僕は前言った認識で、この何十年か来てるんですよね。まだその、間違っちゃないんですよね。だからその、間違ってないけど、ちょっとこう角度とかこうあれが、ちょっとこう認識が。うん。どうしてその酒とお塩でしたっけ？そうそう。それで結局最終的には塩と酒かけて、スパッともうそこで消えたのも本当なんですよ。うんうん、なんでそういったことになったかの、うん、まあ言うたら裏というか、そうですね、うん、ただそのおばあちゃんがどうも説得してたみたいっていう話ですね、うん、これ広し目線ですよね。あのそうですね、広し目線、今度はだからそうですね、広し目線ですね、この幽霊目線の話、ね、幽霊側目線はそのおばあちゃんからこういうこうこうこうで、いやあんたついていったのはこういう理由みたいよと、だからこれで、まあ、1週間以内ぐらいにちょっとお酒とお塩でこれやっときなさいって言われて、で、その痩せた状態がその後に続いていくわけですよね。そうです、そうです、そうです、ね。で、なんでこうそうなったってやって言ったら、いや、あの、実は、っていうそのおばあさんとの出会いがすっぽり抜けてしまってたわけですよね。そうです、そうです。うん、でも聞いたかもしんないけど、ちょっとこれね、壮大すぎるからなかなか、このあたりは自分が関係してないとこですからね。そうですね。だから僕はもう全然、だから、ね、なんで言わんやったとやったら、いや、言ったよって言うんですけどね。まあ、もしかしたら聞いてるのかもしれないけど。ちょっとね、まあ、もしかしたらその時にはちょっとにわかに信じられない、その幽霊側の目線みたいなのが、ないよ、お前、で、それをもしその状況で言われたら、お前、ないよって言うと、まだ幽霊おるっちゃないやっていうような。それとあと多分僕この年になったから聞けたんだと思うんですよね。まあ、かもしんないですよね、その。若い頃はそうだと思う。さあ何予定あって、そんなあるわけでも、バカらしいこと言うな、言ってたかもしれないんですよね。おそらくね。で、そう。うん。そういう、まあ、聞いたかもしれないけど、それがスポンって抜けてしまってたかもしれないし、まあ、本人言ってないかもしれないし。ねえ。その辺がちょっとあやふやなんですけど、ただ、ちょっと幽霊目線の、話っていうのは珍しいな。それも割と。まさに犬鳴きでしょう。まあね。だからね、だからその、なんかすごいらしいんですよ、その、霊の量が。だ、その、だから多分、だからいろんな人が多分連れてきてるんだよね。来てそのまんまこう、野良幽霊じゃないけど、うん、山の中に捨てられた幽霊じゃないけど。そういうのがいっぱい溜まってるんでしょうね、うんうん、いろんなところから。まあこれはね、いやもう僕はまあ分かんないですよ、その本当に霊がいるかなんてことは分からないし、それが本当に霊なのかどうかは分からないですよ、ね、まあ犬鳴きトンネルってまあすごい場所っていうふうに言われますけど、ね、まあ基本的には僕懐疑的な立場なので、そうだとは絶対言わないですけど、ただですよ、ただですよ、僕が一番最初生まれて初めて犬鳴きトンネルに行った10年前、はい、フェンスっていうかそのブロック塀があってドーンってなって、うわーって思って、もう入るしかねえやと思って中に入った瞬間、はい、もう一切恐怖心みたいなのが全部なくなったっていうのは多分配信とかでも言ってるんですけど、この歩いていく最中、僕この初めて通った犬鳴きトンネル内部をどう表現したかって言ったら、あ、なんか言ってましたね、覚えてます、なんか分けるじゃないけど、そうそう、この人混みをかき分ける感じ、言ったらもう満員電車の中突っ切ってる感じがしたって言ったんですよ。言ってましたね、言われてましたね、そういうの。まあね、なんていうのかな、あんな体験はまあほぼないとは思うんですよ、こう過去もういろいろと言ってますけど、ああいうこう空気の重たさみたいな何箇所かありますけど、やっぱり犬鳴きは段違いでした、まあ、一番最初に行ったっていうところもあるのかもしれないですけど、あ、にしてもなのよ、吹き溜まりみたいになってるんじゃないかな、だからね。まあねえ、まあ。で、やっぱり来る人が多いでしょう、そうするとやっぱ多かった。で、僕らの頃はそんなもあれやけど、それでもやっぱ行ってましたもんね、僕らの頃でも。で、僕ちょっと思うのが、その、なんか人の念みたいなのもあんじゃねえかなと思うんですよ。
そのオカルト感で、オカルトな感じで言うと、行った人間たちの念のようなもの。そうでしょうね、うん、だからそういうのもこうやっぱり溜まりやすいところなんでしょうねいっぱい溜まってんじゃねえかなここっていう感じは。ちょっと一つこう気になったのが、うん、山の上からものすごいでっかいのが降りてきたらしいんですよ。それ何なんすかね。それがちょっとよくわかんない。そのどういう表現を当時したのかっていうのもちょっとわかんないんですけど、イメージ的にはなんかラオウというかね、ラオウなんかああいうでっかいのがうわーっと降りてきたようなイメージのことを、うん、北斗の拳の方が、うん、なんかそういうイメージなんですよね。なんかその話、そのサブローが話してたのが、あ、じゃあ人型ではあるんですか。人型のなんかこう大きな、なんかこう大男じゃないけど、うん、怪物っていう言い方してたんですけど、でサブロー自体ももう何十年も前に聞いたことですからね、はいはいはい、記憶が どこまでどうかわかんないけど、とにかく山の上からこう上から降りてくるのが見えるぐらいの大きさのものがうわーっと降りてきて、それにもヒロシがビビってトンネルの中突入したみたいなんですよね。だからそれどんなやつの、それ何なのかなと思ってですね、そのあれが、まあ、なんか主みたいな、これに大だらぼっち的なような話とかあったかな。まあでも聞いたことないでしょう。まあでもあの辺りの山はちょっとね、いろいろとお話もあるみたいですからね、うん、だからその例の集合体みたいなものがなんかこうそういう人型になったのかなとかですね、あったんすかね。その辺がだから、うん、だからとにかくそこにいる人たちっていうか、周りにいる人たちはなんか割と普通のこうなんか幽霊たち、幽霊たちって僕もその普通の幽霊がどんなのか知らんけど、うんうん、とにかくなんかすごい量いたらしいんですよね。まあなんか お祭りみたいな、どうのこうのって言ってましたもんね。お祭りみたいなあれって言ってましたもんね。まあなんかそういう場所って言われても、まあおかしくなさそうでは、うん、おかしくなさそうではありますよね、雰囲気から言うと。肌感ではちょっと感じたことはありますけどね。はあ、いや ありがとうございます。はい、そういう話です。いや、ちょっと補足できて、ちょっとこれまとめようかな。ちょっとまとめようかな。ちょっとまとめ、ちょっと個人でまとめてっていうか、ちょっとその時はまたちょっといろいろと補足をちょっとお聞きする可能性もありますけど。あ、わかりました。はい。やっぱ未だにやっぱこの今年の亡き村っていうのがね、こう公開されて、はいはいはい、でまたね、清水崇監督の宇宙海村もありますから、はいはい、この流れってでまたちょっと今アマプラ出てんのかな、なんか有料ではあると思いますけど、ネットとかでも今確か公開してるはずなので、有料とかで。あ、そうですね、はい、ちょっと僕も見てみます。うん、なんでそのあたりとかそのレンタルとかね出てたりするので、今その時見てない人たちがまたふわって上がってくる可能性もあるから。あ、そうですよね。そうですね、まあこういうお話ちょっとどっかでねできたり、その公開でボンってやってみたら、ひょっとしたらだからこれもこの前に聞いた、今ちょっと今ねお話の中で少し触れましたけど、今ちょっと止めたのは、はい、前回の衝撃をちょっとみんなに聞いてほしかったから、あちょっとこれ一回こう止めといたんですよね、はいはいはい、ちょっと新たな事実みたいなようなものが、出てきた。で、まあ、地元の人知ってるかもしれないんですよね。でも僕は聞いたことなかったから、で僕が聞いてた話とものすごい符合する部分があったから、あ、そうですよね、あ、結構いろんな、そうそう、こう、あ、これマジかっていうのが、まあ、その僕が初めてその話、井の亡き村の話を聞いた、まださらに10年ぐらい遡っていく話なので、これをねちょっと皆さんにもちょっと衝撃的な事実みたいなのをちょっと聞いてほしいので、あの事件の、あの事件も何年か後ですもんね、僕らが言った。あ、あの事件はですね、事件は1988年ですけど、うん、その前ですからね。そうです、うん、紫川さんたちとその三郎がそこで出くわしたものはそうですだからちょっとそれをね、またちょっとで今回の話聞いてちょっとこうガッチャンコしていただければと思いますけどね。ああ、そうですね、はい、分かりました。いや、ありがとうございます、はい、いえいえ。